永美希です。私はここ 3,4 年なんですけれども、体質改善を今取り組んでいるところです。ランニングは常にやっているんですけれども、他にも自転車だったり、あとは最近だとアロマの資格も取りました。あと7月からなんですけれども、環境問題やあとエコの問題についても本格的に今勉強しています。自分で行っている活動としては、ペットボトルのキャップを集めてワクチンと交換する活動や、あと空き缶のプルタブを集めて車椅子と交換できるようなので、コツコツ今集めているところです。そういったこう毎日の生活の中で、ちょっといいことだったり、ちょっと楽しいことだったりを、自分なりにブログで紹介しています。ブログのタイトルなんですけれども、須永美希の名前を逆さから読ませた君がなすという名前でブログをやっています。ひらがなで君がなすと検索していただくとすぐ出てくるので、お時間がある時にでも、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。